本新冠肺炎确诊人数持续居高不下，娱乐圈先后有艺人染疫。七月不慎确诊的女星永野芽郁，八月初在社交平台发文，宣布自己康复兼复工。虽然这天缺席电影宣传，但新戏拍档菅田将晖也没有忘记她。いや本当にキュートですし、まあ可愛いのは知ってたけど、本当に山田さんもメロメロになってたので、山田洋次までメロメロにするんだなと思いながら、やっぱ恐れ多かったですね。すごかったですね。監督どこにメロメロになりましたか？いやとっても可愛いですよね。それとても重要なことですよね。北川景子要在戏中以昭和时代造型亮相，重现经典电影《东京物语》的一幕。虽然北川演戏经验丰富，但挑战这一场戏的时候也说有难度。冷や汗。冷や汗。いやだってあんなにもたくさんのそれこそもう世界中にファンがいる映画のあんな有名なシーンのオマージュを自分がやるっていうことで、でまあ原節子さんを超えることはもう絶対にできないですけど。まあ、なるべくそのお芝居とかも近づけてやりたいなとも思いましたし、あとは何て言うんでしょう、やっぱり真似するだけではなく自分がキャスティングしていただいたのだから、自分らしい部分もどこかに残せたらいいなと思ったり、いろいろ頭では考えるんですけど、じゃあどうしたらいいんだっていうのも分からなくて、なんかこうパニックになりながら終わりました。菅田这次还和摇滚乐队 Red Wimps 主唱野田洋次郎合作，除了荧幕上演出之外，还有一起为电影献身。コロナで撮影がストップして、で志村さんが、倒られたっていう話を聞いて、で撮影が全てストップして、あれあんなに素敵な思い出というか、あんなに素敵な経験がなくなっちゃうのかなというか、なかったことにされるのかなっていう、そういう恐怖心でなんか自宅。まあ、みんな自粛期間というかそういう日々を過ごしていて、まあ、だったらもうこの間に音楽にするしかないなっていうことで、僕からできるこの映画へのなんかこう僕なりの貢献をしたかったっていうのが入り口なんですけども、確実にあのなんか現場の空気が思い出される曲で、なんかあんまり自分が出てる映画でエンディングで歌うっていうのにはちょっと抵抗感があるんですけど、すごく自然な流れで気づいたらレコーディングも終わって、フューチャリングラッドウィンプスになってましたね。